大学院受験終わりましてて、はい、どうして大学院入試やろうと思ったんですか？就労の先が欲しかった。勉強をバカにする空気だった、まあ、英語と専門一時はそうです。手応えはどうだった？あ、多分受かったんじゃないかな。お待たせしました、もちゃチャンネル。さあ今回ですね、はい、就労から重労になった浜井と申します。よろしくお願いします。はい、はい、大学院受験終わりまして、はい、二重の意味で終わりました。はい、そうです、はい、これでも続けるまた、はい、継続して大学院には入るまでやっていきたいです。ああ、なるほど。なんかね、コメントでもまだ海外のは間に合うからみたいな、はい、ありましたね。意味わからんと思いながら、まあまあまあ、あの確かにそうなんですけど、まあいろいろ違うじゃないですか。そう、始まる期間違うか、4月か9月かとかもあるんですけど、うん、はい、いや、どうだったのかね、その辺のこともちょっと聞いていきたいんですけど、まずどうして大学院入試やろうと思ったんですか？教育系の会社に去年就職しまして、はい、ね、教育現場とか行かせていただいたりとか、はい、いろんな方に触れる上で、うん、所得でだいぶ意識が違うなと思ったんです。ほうほうほう。所得というか偏差値帯って言ったら言い方良くないですけど、うん、まあ、結構学校によって学力の工程と意識って割と比例する気がしていて、うん、結構それは親御さんと関係があるんじゃないかっていう、お、なるほど、仮説を立てまして、はい、でそういうのを調べていったら、まあ、教育社会学っていう学問があって、うん、教育格差っていう研究をされてる方がいらっしゃったわけです、たくさん。なるほど。教育格差ってことですね。あ、そうですね。ちょっとそれに関心がありまして、はいはい、まあ、それはやっぱり自分が今までの人生でも、うん、まあ、ずっと学部生時代は偏差値40から就労して早稲田に受かった、年収200万円の家庭から行きましたみたいな感じで、うん、はいはい、自分の体験とともにネタにして喋ってたんですけど、うん、まあ、それをやっぱり一回社会人また戻ったが正しいかもですけど、まあ、社会人になってより痛感したというか、うん、偏差値40のすごい低所得の家庭からそれこそ早慶とか、うん、まあ、もっと上だった東大とか行ってる人っていないなっていう、あ、なるほど。それが自分の中でちょっと引っかかって、うん、それってなんでそうなるんだろうなっていうのを感じた時に、まあ、自分の地元って結構勉強をバカにする空気があったと。ほうほうほう、はい、勉強をプラスにするのが多分東京の方だったら普通だと思ってると思うんですけど、うん、多分勉強することがマイナスになって妨害される環境だったんですよね。僕が出た丹波市の、丹波市丹波篠山市からなる丹波地域っていうところの進学率、はい、まあ、令和3年のデータになるんですけど、うん、全国の大学等進学率、短大などを含めた進学率が 58.9%、うん、ね、で、はい、で兵庫県が確か 65% 超えてて、うん、阪神南地域と北地域が 73%72% くらいだったんですよ。ほうほうほう。でも丹波地域は断トツ最下位で 48% しかない、ほうほう、はい、っていうことに気づいて、うん、あ、じゃあやっぱり地域とかによっても全然勉強に対する意識が違うんだってなって、ほうほう、まあ、それを何か理論にして突き止めていきたいなと思ったんです、うんうん、自分がこういうことがあったって言っても根拠がないというか伝わんないし、うんうん、お前でも就労してるじゃんって終わっちゃうんで、就労の先が欲しかったっていう感じですね、うんうんうん、それをまあ、まあ理論としてまあ研究していくっていうことを目指してたわけですね、はい、あ、そうです、目指してた、今も目指してます、うん、あ、そうですね、まあ夢が叶わなかったということで、やっぱ東大の院に決めたのはやっぱ東大だから、あ、はい、もちろんそれもあるんですけど、それはないって言ったらちょっと嘘くさくなっちゃうから、そうでもやっぱりあのいろんなところで教育社会学を教えておられる先生調べたら、まあ東大が一番多いと、うん、もう本当に教授がもう数人いらっしゃる、うん、他の大学とか調べても他の大学でも教えてくださる方いるんですけど、うん、やっぱりその領域をやられてるのが一人とかで、うん、教育格差とかに限定したらもっと少なくなると、はい、まあ、東大だったら教育格差をやられてて、しかも自分がやりたい地域の中の格差、うん、しかも意識っていうことをやられてる先生もいらっしゃって、でそれ以外にもジェンダーの観点であるとか移民の観点であるとか、うん、まあ、教育格差に関係がありそうな視点をたくさん先生方にいただける環境があるっていうのを調べて、はい、早稲田の方がやっぱその行きやすいって思っちゃうんで、そ、あ、そのままそうですね、それこそ4年生の時点で上に上がるっていう選択肢もあったんです、はいはい、推薦で、ね、はい、はい、まあ、いただけるくらいはあったと思うんですけど、国文学というか教育学だったんですよね、うん、ゼミが、まあ、国文学科の教育学を学ぶゼミ、うん、ただ入ったはいいけどちょっとこれじゃないかなと思って、そうだったんですね、うん、まあ、楽しかったんですけどね、うんうん、楽しかったんですけど教材を作るって感じだったんですよ、はあはあ、うん、まあ、教材を作るけど多分現場では使えないだろうなっていう、うん、感じの、まあ、とりあえず卒業論文にして出しましたなんですけど、うん、なんか多分それは自分の問題意識ってみんな共有されてるというか、うん、同じゼミのみんなが持ってる意識だったんで自分特有のものじゃなかったんですよね。それじゃあ国語の教材とかってことですか？あ、そうです、国語の教材で古典、はい、まあ確かにそれで教育社会が
学で高等諮問には不利そうですね、もう全く違う分野なんで、なんだかんだで教職は取ったし、教育学も勉強はしてきたつもりだったんですけど、はい、全く違う分野なわけです。そうですね、ブルデューとかパットナムとか聞いたことないんで、だから認知意味論だったんで、別に英語学でやっても、でも日本語についてもいろいろ卒論は触れてたんで、はい、まあまあまあ言語学的な感じだったんですけど、それでこの慶応から東大行く時も別にまあ論文自体は関連性がすごいあるものだったんで、うんうん、大丈夫ですけど、やっぱ論文が関連性ないと結構やっぱ不利は不利なんでね。あ、そうなんですよ、先輩たちにもやっぱいたので、うん、他のところ、はい、で僕の一つ上の先輩も、はい、まあ、東大を目指した人がいて、うんうん、そういう人ダメだったんですよね、多分人類学かなんかに行こうとしてたんですけど、結局内容は英語なんで、それですごい大変だったって、まあ、別の確かどっかの大学に入ったんですけど、うんうん、不利であるっていうのはあるんですが、まあ、そんな中いつ決めたんですか。今年の1月に決めました、はいはい、まあ、でもそれまでにも院に行こうかなって悩むきっかけが結構あって、うん、はい、まあ、働いてて現場で痛感したっていうのもありますし、トマホークで小林さやかさんに会って院に行かれてて生き生きされてるのを見たのと、うん、ビリギャルですね、はい、交流ありますね。そうですね、はい、まあ、行ってきましたからね見ました見ました、はいはいはい、小林さんも本当に自分の受験時代から知ってる方だったんで、あとまあ高松奈々さんのチャンネルに出させてもらった際に、教育学東大の芸人、あ、そうですそうです、東大の芸人ですね、はい、ご機嫌ようですねでまあちょっと教育格差の話した時に、多分自分が本当にやりたいのってこれなんだろうなって思ったんですよ。なるほど。小林さんに話を伺った段階では、まあ、大学院に行きたいっていうのはあったけど、でも何をやるんだってまではまだ固まってなくて、うん、それが固まり出したのが高松奈々さんに会った11月くらいですね。10月11月去年の10月、はい、で1月から勉強始めたってことですか。あ、そうです、1月から勉強を始めて、とはいえまだ仕事もたくさんあるんで、うん、仕事を整理するっていうのを会社に伝えてちょっとずつ減らしていって、まあ、4月になってからだいぶ減りまして、はい、こういう感じでやったわけですけど、はい、じゃあまずでも何したんですか、勉強は。いや、もうまず興味関心のある書籍を読まないといけないなと思って、うん、まあ、教育社会学で古典とされてるものとか参考書とされてるものをいろんな人に聞いて、うん、バババって買って読んでました、1月から3月、うん、とりあえず、まあ、教育社会学のテキストであったりとか、うん、古典、自分の関心の古典だったこれを読んどけって言われたやつとか、うん、まあ、ハマータウンの野郎どもっていうやつがあるんですけど、うん、まあ、それをまず最初に読んだら覚えてます、うん、一次試験で専門もあるわけですから、はい、そ、まあ、まあ英語もやんなきゃいけない。英語と専門だけですか。まあ、英語と専門、一時はそうです。その専門っていうのがやっぱりまあね、学部でそこにいれば学べるものだとは思うんですけど、外部だとまずゼロからやんなきゃいけないってこと、はい、そうですね、はい、だから早めに過去問はもう5年分入手して、あ、あの文学部の東京大学に行って、そうそうそう、こう下に行くんですか。あ、そうです、そうです、下に行くって言って、ね、2000円くらい払ったかなっていう、はい、僕もその過去問見て、ああこういうの出んだこういうの出んなって思って、うんうん、慶応の図書館にね、いっぱいあるんで、うんうん、本が、だから慶応の図書館によく困ってましたけど、あ、関連書、ね、まあ、特に日本語の方がね、やっぱ知らなきゃいけなかった、まあ、まあたくさん読み漁りました、はい、いや素晴らしいと思います。やっぱなんかたくさん本を読めって、とりあえずいろんな人から言われたんで、教育の分野だけじゃなくて社会学、あ、そうですね、社会学も読んだんですけど、まあ、最初、ま、学んだことがないことばっかりなんで、何言ってるか分からなくて、うん、なるほど、アンソニー・ギデンズの社会学第5版ってめっちゃ分厚い参考書あったんですけど、これ全部読んでても時間いくらとも足りないなってなって、ちょっと優しめの薄いやつをまず完璧にしようっていう、一冊一冊そんな感じでやりました。社会学ってことは統計だって必要じゃないですか。あ、いります、いります、はい、当然三輪聡先生の SPSS でしたっけ、なんかそういう本を読んだんですけど、多分ね、あのイメージ持ってない人と思うんですけど、社会学ってめっちゃ統計大事で、僕だから東大の時に社会学のアカデミックライティング出てたんで、はい、社会学の先生のやつなんで、うん、まあみんな数値、うん、みんな出てくる、その自分の修論とか卒論のものを書いてるんで、うんうん、みんなまあいっぱいね、ベルカーブだったり、あのいろんな数値の表だったりっていうのが、いや大変ですよね、はい、うん、あれの書き方とかをそのイギリス人の先生がなんかこう教えながらやってるってやつで、うん、まあそれもやっぱりご多分に漏れず初めて聞く用語ばっかりで、はい、英語はどうしたんですか。でも英語はでも、まあ、一番時間はかけなかったですね、はあはあ、うん、専門科目に8割かけて、うん、英語にその、まあ、1時間
時間を取って教えてくださる方がいたんで、まあそういうオンラインの予報ですね。そう、前役なんでね、はい、前ちょっと森哲さんにお会いした時、まあ遠田が前役が基本だってお伝えしましたけど、2021年からちょっと傾向が変わって英作が出るようになったんですよ。おへいや、その英作が自分は何も書けなくて、とりあえずあの竹岡弘信先生のやつを買って英作文が面白いほど書ける本、なんか茶色い分厚い本ですけど、あれ買ってやってて、で本番出たんですか、英作。あ、出ました。お、英作出たんだ。出ました。でもうまく書けませんでした。和訳で9割取って、もう英作でしのぐみたいな。え、英作文は和文英訳なんか自由英作なの。英作文は和文英訳です。和文英訳なんだ、はい、で結構難しい言葉も出るんで、過去問とかだったらその共通禅がどうこうみたいな。共通禅、はい、なんかコモングッドなのかコモンウェルスなのか禅ね、はい、はい、その禅ね、はいはいはい、はい、みたいなちょっと言葉選びとか難しそうなやつが、はい、そういうのもあって、で一時終わった時の手応えはどうだったの。あ、多分勝ったんじゃないかな。あ、そうなんですね、はい、まあ、はい、勝ったかなと思いました、はい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 、今までで一番できたんで、はいはい、でまあで2時、まあ2時内容言っちゃいけない。そうなんですよ、それはそれはダメなんですけど、はい、2時の手応えはどうだったの。あ、落ちたと思いました。あ、そうなんだいや、これはダメだなっていう、はい、言いたいこと言えなかった。あ、そうですね。あと、まあでも言いたいこと言えなかったというよりは、そもそも自分がちゃんと研究内容突き詰められてなかったなっていうのにやっぱり突っ込まれた。突っ込まれた。そうです、やっぱりもう素晴らしい知見というか、あー、なるほど、そこ突っ込むか、まあそりゃそうだよなとか、まあ自分でも突っ込まれて、しかもそれを用意してなかったんで、じゃあまあいろんなことを聞かれるってことですね。はい、それをね、ちゃんと対策して次は臨むってことですけど、はい、でも複数受けようとは思わないですか、大学院の。あー、まあでもそうですね、来年は複数受けようと思ってます。なるほど、はい、まあ別にね、就活とは違いますからいや、まあさすがに1年やってこんな感じなんだってのを自分なりに知れたんで、まあ来年はまたちょっと下準備の方が大事だと思うんですけど、下準備とか研究室選びとかを考慮して、いろいろ東大に限らず選べたらいいなと思ってます。なるほど、じゃあもう1年、まあ重労と分かんない、加算するものなのかそもそも分かんないですけどまあそうですよね、確かによく言われるんですよ、重労浜になるみたいな。それともね、就職したの足して11浪にすんのかそこを足したら多分めっちゃ叩かれるんで来年は東浪浜ね、東浪流し、はい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 、トローに終わらないよ。結構その、まあ、発信してるから落とされたんじゃないのみたいな意見がありましたけど、うん、いや、それはそんなことはないと思うんですよね。そんなことしない東京大学は、うん、ちゃんと実力で見てくださってると思います、うん、素晴らしい大学です、はい、就活じゃないからって、うん、就活活動みたいに君を、うん、イメージ的にとかですね、我が社においていや、ですよね。あれで実際に学ばれる学生さんとか先生方なんかに根拠のない意見がいっちゃうのが僕は申し訳ないなと思います、うんうん、そんなんで変わんないから、学校のイメージがとかね、そんなないから、うん、ちゃんと僕は落ちたと思って、絶対に落ちたと思って、やっぱちゃんと落ちてたんで、うんうん、もうそれは納得してます。え、仕事をしながらやっていく。あ、そうですね、まあ、仕事といえども、まあ去年のように時間は取れないですね、多分その僕らさんに教えてた時って、また大学院生になるための浪人生活が、はい、10年ぐらい続くということで。いやいやいや、もう一人も現役生生まれるんでそれは18浪してくださいとか普通にありますけど、という感じでした。じゃあこれから頑張ってください。はい、頑張ります。はい、話さんに置いていきました。ありがとうございました。ありがとうございました。